マスターマインドの皆さん、こんばんは。えー、久保です。えー、前回は、あなたが資産として何を持つべきでしょうかというお話もしました。えー、回答は出揃ったでしょうかえー、ここでの回答は、必須の全員正解でお願いします。では、早速答えを申し上げます。答えは、もうまず持ってなんですけども、もう知識です。情報です。この世で史上最強の資産とは、知恵を指すからなんですよ。 知識を蓄えれば、富を生み出せます。だから人脈があり、情報、知識があり、お金が最後と言ってるんですよ。まあ、よく考えると、まあ、富のですね、上位者、ビル・ゲイツも、バフェットもみんな、富を生み出す知恵と知識を持っていたから、富を生み出すことができたわけです。なので、この点は忘れてはいけません。 今すぐ不動産が買えずとも、今すぐ贅沢ができずとも、全く問題ないのですが、今すぐ知識だけは吸収していかなければなりません。ただし、知識といっても、ただ漠然と読書すれば得られるレベルではなく、生きた知恵であり、お金をもたらす知識を集める必要があります。まあ、世の中の、いわゆる読書をしているね、人たちを、まあ、こう、どういうこと、あーまあ、軽く思うわけではないんですけども、 本を1万冊2万冊ただ読んだだけではダメなんですよ。そのお金に変えれる知識を手に入れていかなければならないんですよね。まあ、そこでマスターマインドでは最上級の富を増やす資産的知識を継承し続けます。まあ、頑張って格差でいうところの上のチームに行くしかないんです。で今日はですね、回答を知識情報というものだとお伝えしたことで、 えー、ちょっとね短い動画になってしまいましたんで音声になってしまいましたので、えー、もうちょっと切り込んだところを、えー、これはねちょっとコンサルレベルでお話しすることなんですけども、あのー、ちょっとお話ししておきます、えー、それはどういうことかというとこの世の中非常に厳しい競争が行われているのは事実なんですよ、まあ、ただしそうは言っても昔のように理不尽な下克上禁止の世の中ではなくて自分の努力次第で平民からでも這い上がれる自由が我々には用意されています 成功者になる権利を私たちは一人一人が持っています。手元にはスマートフォンがあり、世界中の知恵を手に入れることができます。だから検索を繰り返してください。努力できる自由も確保されながら、それでもなお頑張らないというなら、もうもはやね、生きている意味はあるのかと思うんですよ。もう下克上するべきです。生きていて他の人の言いなりになる人生を選ぶのも、生きているというのならばそれもいいでしょう。 ただですね、あなたは自分の人生の主役になっていかなければならないんですよきっとあなたの周りにいる人もあなたがそれをすることを望んでいるはずなんですよもちろん私でもです是非、えー、ですね自分の人生を生きていくために知恵というものを手に入れていきましょう知恵という武器と盾で十分上位に上がっていきますありがとうございました